国ツーリング2日目の朝です。今私は岡山県の倉敷市にいます。今からですね、まずしまなみ海道を目指します。瀬戸内海をね、西の方に進んでいきます。はい、では行きましょう。ちょっとねエンジンの調子がねいまいちですね。はい、行きましょう。はい、日がね、昇ってきて背中にね太陽の光を浴びながら走ってます。今日の工程なんですけれども、今日はまずですね、広島県の尾道からしまなみ海道を渡って四国にね、入ります。四国の愛媛県の、鳩浜というところからフェリーに乗るんですが、まあ、フェリーといってもねわずか10分ぐらいなんですけれども、小島というね島に入ります。そこでね、芸妓要塞というね、砲台跡とかがありますので、そこでね、まあ、あの砲台関係をね、撮影します。そして四国本土に戻ってからは四国のね、内陸を目指します。まず UFO ラインに、行って、その後ね、中津明神山という山にね、登ります。ここはね、前に、ダイブで、行ったことがあります。Z125 プロでは初めてとなります。そして今日の宿はね、高知県の四万十川上流にある四万十川源流の里というところにね予約をしてますので、そこまでね行く予定です。はい、広島県突入です。はい、ここがですね、尾道大橋になります。ここからね、しまなみ海道が始まります。しまなみ海道は正式名称がですね、西瀬戸自動車道になります。ただですね、もう圧倒的にしまなみ海道の名前の方がね、有名だと思います。西瀬戸自動車道ってね言われてもね、どこっていうね感じがしますよね。道路にですね、青い線がね引いてあるんですけれども、この青い線をねずっとたどっていくことで四国にね行けるようになってます。ですからね、地図とかねあまり見る必要はありません。まあ、自転車でね渡る人は非常に多くて、まあ、サイクリストの聖地というふうにね言われているようです。はい、3つ目の、ね、橋になります。結構ね、見晴らしがね、いいです。はい、今回の、ね、装備について、簡単にね、ご説明します。まずね、バック類なんですけれども、トップケースはチビの30リットルのハードケースになります。そしてリュックサックなんですけれども、これはね、35リットルの防水タイプになります。あとはね、ウエストバッグと、チョークバッグということで、まあ、今回雨のね心配がないので、ウエストバッグはね通常のものを持ってきてます。その他のね装備としてはカスタム座布団ですね。これはね去年の夏の北海道でも使ったものになります。映像機器についてなんですけれども、映像機器はまあほぼいつも通りなんですが、一眼レフカメラが EOS の 70D と 50D、そしてねコンデジがパワーショットの G7X と G9X、それからチェストマウントカメラはソニーの HDR-AS300、 それからハンディカムで FDR の X40、 これらの装備で来てます。はい、多々羅大橋になります。通行料はですね、全ての橋それぞれ50円かなと思ってたんですけども、ここはね100円でした。うん、間違うとこでした。よし、
この橋は原付、自転車、歩行者と、同じところをね、走る構造に、なってます。はい、非常にね、景色がね、いいですね。ただね、注意しないとね、バランスを崩すとね、大変なことになります。気をつけます。はい、しまなみ海道をね、渡りました。そしたらね、フェリー乗り場の鳩浜にね、行きたいと思います。はい、到着です。